ちょっと待ってくれよ、装備ぐらいちょっとさ違う武器に変えさせてくれよ。あいつってそばから離れたら死ぬな。これはファイナルエリアのプログラムを作動確認来ます。ドン、ゴールドラゴン嫌いなんだよな。地上からこん、あーこれ、あー雷じゃん、しかもブッ、ほらあやべ、割とマジ、あよかった、ちょっと早く治るかもやろ。やばい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 、ほらもうバカバカバカ、もう回復しなさい。俺はいいんだよ、俺はあんた回復しろよ。ちょっとやばい、本当に怖い、もうなんかここで死にそうな感じがする。死にたくねえなー。あとこれだ、雷来るな。よし、氷ならまだしも、いや火の方がいい、こりゃ一番まずいんだよ。やっぱ死んだよまさかのゲームオーバーかよ。ということで死んでしまったのでゴールドラゴンまでカットします。実は3回目。どうも、リクテンです。戻ってきました。ですね。一応こっちの方が全部氷関係になってます。で、2回目の時はあいつのブレスにやられました。このブレスの、本当ブレスっていうか足元っていう、このバカ野郎痛そうなんで、一撃でやられました。で、もうね、本当はもうやりたくないっていうことになっちゃって、そしてもう78なんですよ。でもよしならまだいい、倒れるだけで済むからこれありがたいな。よし、じゃあちょっと近づきます。あ、すげえ離れるな。そしたら、ちょっとそれ、待って待って。ちょっと待って。はい。よし、あの、来た。多分これからなんだよな、わかんないの、俺。聞いた話によると、ここから分身するんですが、その分身して、まずはじめに、空中に行って、さっきの、属性のあの、吹っ飛ばしがあるんですが、そいつをしてきたやつが、本体らしいです。で、ベリハになると3体になってしまって、ちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない、お前頼むから、あの、離れないでくれ、俺から。お前覚えてろ、お荷物なんだお前は今、言っちゃ悪いが、やべやべ、危ねえ、もうよしよし、1体目終了。あ、あいつが本体か。よし来た、運いいぞ今回。ただよし、ちょっとね、さすがにインタイムやられてしまうかな。もう危ねえ、まず早くが消えてくれ、ほんと勘弁してくれ。あー飛ばれたし、え、うわそれか、頼む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 、お前自分で回復しろ、自分で回復しろって言うの。自分でさ回復をしてくれ、さっきからそこ分だし、あー地形し、多分あいつが本体じゃないから、まあ先にじゃああいつを落とそう。よしよし消えた、フード使って、どうだ、よっしゃ、もの運いいぞ、運いい運いい、私スタオンラインでこんなにドキドキしたことない。一回離れよ、バカお前離れろっつってんのに、もう今口調がほんと悪い、今こいつのせいで一回ほんと絶望味わったから、もうここに行こうというのだね、行くな、死んでくれ、くそちょっと離れろバイロー、氷の場合はレバカちゃん、
うわー、そんなことあるか。もう一回、誰、バカバカバカ、行くな行くな行くな。なんで突っ込んだの君。決める、自分でどれか。よしよし、できたー。やっぱりクリックしよう。次ね、よし、オッケー。はぁ、できたー。3度目の正直でできた。もう見せよ、左の方に多分今覚えてれば編集で2回目どうやって死んだかっていうのをちょっと出してます。難しすぎるって。運悪かったら結局ホールドは関係なかったし。カル、なんちゃん、カル、カル、俺も、痛かった感じ、痛かった。私はずっと心配してた。正常だ、目が。久しぶりだね。あれから随分時間が経ったような気がするんだ。これがあなたのカル、これがあなた彼の実像なの。そうか、驚くの意味もない。君とこの姿で選ぶの初めて。僕だよ、カルス。もう少しそう。ん、やめろ、やめろ。言ってはならない。お前は意味のないことにとらわれる。その行動は我々の行動許可範囲を超える可能性がある。我々の相対として、母体として、機能しなくなった。現在その行動はどのように分析しても合理的ではない。これ以上危険だ。ああもうダメだ。ちょっと即刻処理を行う。そんなこと彼が言ったの。話聞いてない、聞いてない。なんか必死で嬉しそう。一体何繰り返す。君たちはこの場からその行動の結果は我々存在に対して危険と思われる。従わない場合は強制的に VR リンクを切断を開始する。聞いてくれ、僕がこのフィールド上で個体として存在できる時間はごくわずかしかないんだ。君の協力必要だ。君のその装備してるのにシステム、そう、そのシステムへのリンケージを最大値にしてくれ。こう、そう、それでいいよエリー。君の行動は理解し当時なんだ。強制的に上手に、どういう状況？待って、掴めてない。やめて、やめて、何？軽い、眩しい、熱い、ちょっと、もうパニックだよ。バイナリーレールの前回中、たどりにくい。やばい、早く逃げろだ。こう、軽い。理解されると思ってはいないよ。心配しない。軽い、こっち。行こうぜ。あ、規模が小さく見えるのは俺だけだろうから。ゲームが落ちる。彼がいない。せっかく会えたと思ったのに。そんなの、まあ無視に気づいて。エリ、エリ、カル、カル、どこ、どこにいるの。うん、落ちている。大丈夫。勝手に君の携帯の中に避難させてもらった。そこから直接ナビシステムを利用して君に話しかけた。危ないところだった。強制的に消去されてしまう前に VR システムことを覚えていないのか、今までの部下もできてしまった。でも、あのもう一人の彼は、あれは誰なの？あれも僕だよ、僕がここにいる。ということは、彼らもここにいるということなんだ。だけど、まだ彼らはうまく
なんだっけ、読めなかった。ちょっと、分からない。彼らまでの強気に、自分たちの重要管理ということで、ちょっと、少し、少し、お前、ワープしたのこの野郎。君は自分じゃなかったのか。やれやれ、これで一安心だな。ファイナルエリアの崩壊以外、いい子。君たちの真実を掴むぜ、頭の中。まずかあの状況を脱出すると、二度も適合試験を合格するだけだが、確かに。君たちの試験は合格、君たちは二人の試験内で話したと。やっぱ、か、なんとか、バドバドの問題に進んでいきましょう。ガルダバレに行けってことか。あの彼、いえ、CL システムの方は大変でしょうか。CL システムの方は以前スタッフの総括で復旧処理を行っている。心配するのは分かるが、君たちの手の中に入る。ちょっと、あそこまで行ったか。いえ、何でもありません。今回の試験は以上の仕事だ。この後も、探索任務を実行にする。最大限の力を発揮してくれることを期待している。こんなこと言われてもな。ここまでのデータを記録しますか？データを記録しておくと、中断した場合、このポイントからクエストを再開できます。クエストをクリアすると、このデータを失います。記録するに決まってるじゃねえか。データを記録しました。